はいどうも、メンズ赤星です。どうも、サクサクミルクの赤崎です。どうも、この顔にピンときたら渡辺です。よっしゃ、はい、この3人でもっこり豚を見ていきましょう。はい、すごい名前、もっこり豚ね。シティハンターね。もっこりもっこり。いや、言いますけども、確かにね、影響を受けてるのかな。確かにね。このロゴは、いや、そうなんですよ、浅香台、ね、南、武蔵野線北浅香駅から徒歩15分、見覚えありますよ。ね、ジャンクガレッジ出身の店主さん。ジャンクガレさんのマークス、豚骨ね。もう10年続く人気店となりました。あ、もっこり豚自体が。そうそうそう。いや、そうなんだ。で、この食券なんですけども、タッチパネル形式で非常に美麗でして、ジャンガレといえばやっぱり混ぜそばがね、有名ですけど、そうだね。今回はデフォルトのラーメンで一回行ってみましょうということで、はい、もっこり豚のメニュー、頼んだのがこちらです。はい。ラーメンの大盛り、全部、トリプルです。全部のトリプル、全部トリプルなんです。マシマシマシですか。まあそうだね。いや、すごいな。ニンニクもちゃんと3倍も入ってて、本当にトリプルで出してくれて、場所も違うんです。全然違う。分かりやすく出してくれまして、まあまあ、まずはね、豚からちょっと食べていきましょうか。はい。で、豚はあの豚の市内で1枚だけなんですけども、はい、程よい弾力と美しい丸豚が激しく食欲をね、かきたてて、なるほど、前菜のような、全豚か、全豚のような豚の前菜ってあんま聞いたことないけど、まあ、そこからね、その後でこの野菜を食っていくというね、ややくたながらシャキゾーンも混在するというこうブレンド系野菜でございますね。そうだね。早めにちょっとこう返しをかけて、まあまあこの野菜の量だからね。いや、そう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 、野菜自体にちょっと味をね加えていって、なるほど。辛めにんにく油野菜というのも同時に食っちゃいますからね。一口で4つは楽しめる。ブレンドするね。口の中でもね、これをね崩さないようにつまむのが大変でしょうがない。まあ確かに天地返しもね、これ難しいですよね。これは難しい難しい。まずは野菜をねこうやってペッパーもかけていきまして、もういった胡椒早っ。もはやですね、この盛りまくった野菜は野菜だけでどんな風に楽しむかっていうのがもうコツなんだよ。なるほどね。そうそうそう、もうそれこそ前菜みたいな、サラダみたいな、ね、あ、まあまあそういうことなのかな。うん。で、まあ先にちょっとスープもね、野菜含んでその後スープみたいなこともやっぱり美味しいんで、こちらのスープなんですけども、これね、すっきりとした非乳化のスープなんですが、はい、非常にコクがあるので最後までゴクリと飲みたくなるんですよ。結構透き通ってる感じでしたよね。なんですけどもね、いっぱいいけちゃうんですよね。あ、なるほど。だから濃い味じゃなくてさっぱり系が好きな人ってもう簡易できてるんじゃないですか、もうね。なるほど、この量でもね、そうだね、そう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 。さあ、そしてこれちなみにラーメンと味玉ラーメンに限り並盛り大盛り同料金なんで、あ、マジで、それは大盛りにしちゃいますよね。まあ、それね、やっぱ700円でコスパもいいということで、ムチムチとした弾力が特徴的な麺のうまさを味わうため、野菜を少なめにするのもなしじゃない。なしじゃない。この通りよ、ね、テロップの通りを言いました。ジャンガレよりも麺はやや固めで太めな印象がございます。じゃあやっぱもっこり豚ならではの、そう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 、オリジナルもっこりね、やっぱオリジナルもっこり、オリジナルもっこりということで、そこでこの時点でまだダブルニンニク残ってますんでね、こいつを真上に落としていき、いつものようにニンニクサワーをかけてください。叩きつけてるもんね。ね、そっからあの漂う香りもうまいというかね。まあ、ニンニクトリプルにすみますと、はい、もはやトッピングという枠を超えてニンニクそのものを食べる楽しみが強い可能性がある。なかなかハードコアだよ。そういう。で、まあ、トリプルトリプル言ってますけども、マシやマシマシも使えるので、存分にご堪能くださいませなどと言ってる間にですね、あっちゅう間に完食です。急に急だったね。早送りしないでしょ。いえ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 、もうあの時点でもう少なかったから本当に。そうなんですよ。ただし、はい、ただしステータスはこのようにですね、なんかじゃん、91.8 です。豚レンジャー超えてきました。まあトリプルっていうのもあるし、まあそうだね、まあまあずっとあの横で食べた同期の順当っていう久保田には触れられなかったけど、そう、なんなら器の竜の方が気になった、柄の竜の方が。そう、うん、いや、そう、誰なんでしょうか一体彼はね、いじってくれたのごとく、途中でなんかね、当てつけのようにね、ちょっと高めの位置から塩コショウを振るね、赤星がもう顔隠れるようにねやってるのがちょっと印象的でしたね。ここでね、右手で隠しながら、そうそう、隣の顔をプロとして一体彼は誰なんでしょうか。同期の順当っていう久保田君が許可取った普通の一般人じゃないですか。撮影だとしたらいいですよって。すっごい、すっごい気にしてたよ、だとしたらもう横。なるほど、確かに確かにね。ということでね、はい、とりあえずのところはもっこり豚ごちそうさまでした。はい、これー
Thank you.